はい、無事にキスム到着しました。予定時刻よりちょっと早く着いたのかな。おはようございます。ウーバー乗ってバス停行きます。バス停到着しました。とりあえずチケットオフィスでもらいました。マーケットは葉っぱばっかだな。ちょっとご飯買いたかったけど。来るんだよ朝ごはん。バナナ、バナナ美味しいです。まだまだ来ません。予定からちょうど1時間遅れ、一番前の席で、もう少しで出発できそうです。はい、無事に、おはようございます。無事に乗れて5日間、本当リュウちゃんちお世話になりました。お世話になりました。もともと2日の予定だったけどね、だいぶ長いさせてもらって快適に。ねえ、ともこちゃんも差し方、美味しい、ご飯も美味しかったし ね。本当に、ゆうせも可愛くて。とりあえず今日、キスムに行くだけが目標です。ナイロビに今いて、ナイロビからはバスで。本当なら、直接行けば7時間、6時間とかなんだけど、もともともうチケット買うちで10時間で出てて、で今1時間遅れで、まあ向こう、ウーバーも使えるってことだから、まあもう着いて、ウーバーで宿まで行って、でウエスターズに、まあ、そしたらそれで今日はもう夕飯食べて終わりって予定で、無事につければいいなって感じだね。洪水とかもあったみたいだし、そうそうそう、道路とかがちゃんと通ってればいいかなって。なんか多分日本で出てるニュースほどなんじゃないかなって感じだよね。まあ確かに日本がどのくらいのニュースか。ナイロビは水没してるって言ってもみんな車通れるぐらいだったしね。まあ泳いでるけどね車、まあ、半分くらい使ってる。こっちだったら別にって感じじゃない。誰もあんなんばっかだったしさ。まあまあまあと思うけども、まあそれはこれからの道中次第だね。とりあえずトイレとあとご飯が心配だけども、からね。まあはいっていう感じで、あ動き出しましたんで行きまーす。行きます。はい、無事を願って行きまーす。休憩でーす。こんな感じで売店あります。今は。ナクルっていうケニアで3番目か4番目の町の外れにいます。一応トイレは個室だったようで一安心。前半戦が今終了して休憩前のバスの時間です。久しぶりにローカルバスに乗ったので、この暑さとか人混みとか、まあ賑やかさに久しぶりに触れています。そうね、まあ、ちょっと古いしね。今までのこの旅のバスって一番古いのかな、まあ、うん、まあアフリカ、まあタンザニアしか俺ら知らんけど、タンザニアと一緒だなって感じだね。あとこの狭さね、このバス横5人並べるので、ね、通路が異常に狭くて、うん、その通路に人が通るたびにぶつかるみたいな感じでいます、うん、はい、で来る途中、まあ、インドでもあったみたい。あ、映ってる映ってる後ろの子。君がいっぱい叩いて私寝れない。可愛いけど、うん、わざとじゃないけど、脇を触ったり髪の毛触ったり、うん、好きなんだよねっていう感じっていうのと、あと女性が結構大人の女性、3、40代くらいの女性がマンボなんか。バスの中で突然演説を始める時間があって、ん？何だって？え、分かる、聞こえない、何も何言ってる。ワズング？まあ、とりあえずそんな感じで、いろんな久しぶりにローカルを感じられるので、後半も頑張ります。はい。後ろの子供はワズングなんとかかんとかってみたいで、どうも外国人がどうなんか多分撮影してるよみたいなこと言ったみたいです。再出発です。だいぶ寒くなってきました。雨が降ってたのかな。はい、無事にキスム到着しました。予定時刻よりちょっと早く着いたのかな。宿が近そうなので歩いていきます。久しぶりに歩きます。30分くらい。
ちょっと難しかったけど頑張ってスワヒリ語でやってくれたおかげでたどり着きそうです。お家の中に入りました。今回はまあエアビーみたいな感じです。ホストの方が今はいなくて鍵を取って入ったって感じでした。綺麗。シャワーはお湯が出ればいいなと願います。お腹がとても空きましたのでスーパーへ行きます。ご飯も食べます。はい。外はこんなに真っ暗。ちょっと行きはまだしも帰りはウーバー使うかな。うん。ショッピングモール到着しました。予想以上に良さそう。うん。まずはスーパーに入りました。キッチン付きのお家なのでまたパスタ生活が始まりそうです。パスタは 400g で100円くらい。空いてるかをチェックしないと。あ、そうだね。たまに空いてます。はい。買い物終了。いろいろ買いました。後で紹介します。では帰ります。お家に帰ってきました。本日の購入品、最近流行りのソーダ。このジュースはなんかおまけでもらって、チキンとパスタ作るセットと卵とあとナプキンも買いました。これ全部で2000円くらい。早速キッチンでパスタを作ってもらってます。はい。このお家にはテレビ付きで、しかも YouTube が見れるので恒例の自分たちの動画を見返しています。懐かしいね。本日のご飯です。ボロネーゼパスタと買ったチキンと梅お茶漬けパスタ。いただきます。うん、トマトが濃いめで美味しいです。本日のタンパク質チキン。うん、ちょっとパサパサ、鶏胸。うん、鶏胸でした。停電しましたが、なぜかリビングのこの電気だけついてます。この部屋だけ電気がなくなってしまいました。今日は暑いですが寝ます。おやすみなさい。